先月オープンした福岡醤油ギャラリーです。明治時代に建てられ、かつて醤油製造や市民銀行の窓口として使われていた歴史的な建物が、芸術や地域文化の発信拠点として生まれ変わりました。では中に入ってみたいと思います。こののれんもおしゃれですよ。失礼します。おお、天井が高いですね。見てください、梁もそのまま残されているんですね。雰囲気がいいですね。こちらの建物は地下1階、地上2階建てで、地下にはギャラリースペースが設けられているんですが、地下見てください、真っ暗ですよ。地下のギャラリースペースでは、国内外で活躍するアーティストを招いた展覧会が定期的に開かれる予定です。引き込み現象をテーマにした作品になっています。互いの異なるリズムが同調して一つの秩序になっていく、そういったものを引き込み現象というんですけども、今回この空間でもランプとコップで引き込み現象を起こしていく、そんな作品を作りました。作品は触ることもできます。コップの真上から眺めるのも綺麗ですね。この空間のなんだか香りもいいですし、お茶も美味しいし、目で見ても楽しめる、すごく五感で楽しめるアートですね。ギャラリーのある伊豆市町地区は後楽園や岡山城からほど近く、周辺は岡山市がカルチャーゾーンとして開発を進めるエリア。ギャラリーを運営する石川文化振興財団では、同じく財団が整備した近くにあるアートホテルとも連携し、伊豆市町地区をにぎわいの拠点にしていく考えです。今回まずギャラリースペースの方をオープンするんですが、今後段階的にいろんな機能を持たせていって、いろんな方に利用していただけるような場所になっていくといいなと思っております。岡山アート探訪いかがでしたか？興味を持った方はぜひ感染対策をした上で現地を訪れてみてくださいね。